北海道日本ハムファイターズに4千葉ロッテマリーンズ27日エスコンフィールド写真最後のライトの守備ではスタンドの涙ぐむファンにも挨拶。引退試合となった日本ハムの谷内が5つのポジションを守って現役生活に別れを告げた新庄監督はユーティリティープレーヤーに5つのポジションを守らせる演出で送り出した7番 3塁でスタメン出場。2回には1塁、3回には2塁、4回には遊撃のポジションにつき、5回は右翼へ回った。5回に先頭の茶谷が出塁したところで、新庄監督は交代を告げた。谷内は右翼内外野スタンドを埋め尽くした日本ハムファンに帽子を取って何度も頭を下げて、ベンチに下がった。前選手と握手やタッチを交わし、 最後は新庄監督とハグして言葉を交わした。2回には先制打を放った。2試3塁。カウント1、2と追い込まれながら、変化球を中前に運ぶ技ありの一打。1塁ベース上でガッツポーズ。新庄監督はベンチで万歳。スタンドからは大歓声が起こり、泣いているファンもいた。試合後は引退セレモニーも行われ、 引退試合でセレモニーまでやってもらってプロ野球選手を辞められるなんて夢にまで思いませんでした。本当にありがとうございましたと感謝した。